と、どうなってるんだ。俺、確か病院で死んだはずじゃ。いや、誰も俺に気づいてなかったし、魂だけになったってやつか。参ったな、気づかれないんじゃどうしようもないし、こういうのって普通迎えに来るんじゃないのか。あ、もしかして俺飛べるんじゃねえか、漫画だと自由に飛べたよな。よし。はぁ、おお、すげえ、マジで浮いてるぞ。このまま世界一周でもやってみっかな、ははは。よし。すげえ、こんな景色になるのか。そういえばこうやって飛べたんだっけ、羨ましいもんだぜ。そうだ、こわ、昨夜、あいつらはどこにいるんだ。気づいたら歩き出してたからな、全然意識してなかったぜ。まだ病院にいるかもしれねえ、戻ってみるか。いなかったな、さすがにもう帰ったか、あれから何時間経ったんだ。二人とも俺の家か、会いに行くべきだろうか。でも、あいつ絶対に泣いてるしな、顔見るのも辛くなるぜ。俺は今幽霊ってことだよな、他の死んだ奴もこうなってんのか、そういう奴らと会えたりすんのかな。はぁ、考えてもしょうがねえ、一旦帰ろう。昨夜もコアもいないな、病院帰りにどっか行ってんのかな。あれは、コアにあげたぬいぐるみ。やっぱ、夢でもなんでもないな、俺は死んだんだ。もしかして俺、成仏してねえってやつかな、やり残したこととか。後悔してるつもりもねえが、心の奥では。いいや、もう夜だし寝ようかな、眠くもないんだけど。サナエとか元気にしてんのかな、異世界に行くって言ってたし、今なら本気で信じられるな。明日見てくるか、あのガキは助かったのかな。外結構明るいな、カーテン閉めておくか。やっほー。あー、やー、あー、あ。何をそんなに驚く。お前もな。あたいは死神の遊具だ。それよりも頭大丈夫か。その様子だと、あたいが何しに来たか、わかってるんだろ。なるほど、死神か。驚いてないぜ、リュウク。お前も驚いてただろ。いや。待っていたぜ、リュウク。ほう？俺は死に、魂だけになってさまよい続けていた。そして死神が来た。俺はどうなる、冥界とやらに連れて行かれるのか。なんだそれ、人間が作った勝手なイメージか。あたいはお前に、何もしない。え？死神が肉体から魂を借り取る前にお前が出てしまえば、その魂の所有権はお前にある。つまりお前は自由だ。俺が、自由。しかしお前、出てから何もしてないな、なぜ病院に戻ってから何もしていないんだ？魂だけになれば、誰にも気づかれない、そこが魂の一番いいところだよ、リュウク。あ？つまり女湯を覗き放題できるってことだ、男の夢をここで叶える。しょうもねえ夢抱いてんじゃねえよ。そして、俺は、新世界の神になる。バカじゃねえの。俺は自由なんだろ、好き勝手にさせてもらうぜ。まあ冗談なんだけどね。すみませんでした。悪いね、君は死んだ、私は迎えに来たんだ、わかっていただろ。その釜は。この釜は、魂を消し去るもの、たまに逃げ回る奴がいるからね、言うこと聞かない奴は消えてもらう。まあ、私から逃げることはできないんだけどね、脅し道具としては役に立つし。本来魂は直接冥界に行く、だけど。たまにお前のように、未練があって成仏できない奴がいる、そういう奴が勝手に彷徨うから、探さなきゃなんないのさ。やっぱり俺、未練あんのかな、自分の中では後悔はないつもりだが。そういうもんさ、私はお前の手伝いをしに来たんだ、さっさと成仏させて連れて行かなきゃなんないからね。なんとなく自分の中では、わかってるんじゃないのかい？そうだな。時間はどのくらいあるんだ？君が死んでから24時間、つまり、明日の夕方までには強制的に連れて帰る。そうか、朝になったらまた来てくれないか、一緒に来てほしい。わかった。一応言っておくけど、私からは絶対に逃げられないからね、変なことは考えないことだ。わかってるよ、じゃあ明日な。小町、どうしたのですか？英気様。今までに死人が笑ってるところ、見たことありますか？いえ、ほとんどは泣いてるか怒ってるか、悪人でもなかなか見られませんね。なんかそいつ、少しだけですけど、嬉しそうにしてたんですよねー。名前は何ですか？ロロってやつですよ、少し面白いやつでした。なんで死んだんですかねー、病院ってことは、病気とか事故かな。事故みたいですね、その後病院で死亡しています。そうですか、運がなかったですね。自ら飛び込んで子供を守ったそうですよ。え？彼の生前は、とても幸せとは言えませんね、事故で家族を亡くし、その後ずっと一人です。
数年後、信用できる友人ができたみたいですが、どうかしたんですか？魔界のものが紛れ込んでいますね。幸いなことに下級悪魔ですが、ヤクモゆかりは何をしているのか。いや、吸血鬼の館がありましたね。あそこの魔女かもしれません。何にしても小町。そのものは、不幸な人生を歩んでいます。それでも悪の道へ進んでいない、なかなかない強い心の持ち主です。最後くらいは、わかってますよ。本当に英気様は、不幸な善人に優しいんですから。お前に、会えるかな。ずっと、寂しい思いさせちまって、ごめんな。兄ちゃんもすぐにそっちに行くからよ、待っててくれよ。本当に、ごめんな。なるほどな、事故から妹を守れなかった自分への罪か、だから他人を守るために。よく逃げずに生きたな、それだけでも褒めてやる。英気様に頼んどいてやるよ、特別だからな。え、お墓ですか？そうよ、パチュリー様の魔法で作っていただいたの、明日行くわよ。魔法なんてあるんですか？なんか、私だけ特別って思ってたけど、全然違うみたい。時止めの力を見せても、少し驚いたくらいだったわ、世界は広いわね。家族になってほしいって、そう言ってくださったわ、きっとコアも歓迎される、楽しみにしてなさい。はい。あら、病院からだわ、どうしたのかしら。はい、もしもし。あ、はい、わかりました、明日お伺いします。どうしたんですか？ふふふ、内緒よ。私、病院寄ってから向かうから、先にお墓の前で待ってなさい。場所は朝教えるから。わかりました。それじゃあ、もう寝ましょうか。よう、起きたか。お前、少し付き合いな。え？なんで公園なんだ。それに、そんな危ないもん持ってると、通報されるぞ。私と君の姿は、他の者には見えてないよ、この鎌もね。それよりも、時間がないんだろ、急がないとまずいんじゃ。探してる奴って、小悪魔と咲夜だろ。え、なんでわかるんだよ。いろいろ調べたんでね、もう場所もわかってるよ。それよりも、どっちも本名じゃないって知ってるかい、君。マジかよ。あ、いや、コアの方はわかるが、なんで咲夜が。知りたい？いや、聞かない方がいい、咲夜が言いたくないことなんだろ、なら俺は聞かねえよ。まああれだ、場所はわかってるんだが、ずっと一日中見ていたいってわけでもないだろ。まあそうだな、どんな様子か見るくらいって感じだ、あいつらじゃ心配なんだ。任せな、まあ少し話そうや。それで、どっちが好きなんだ？なんでそういう話に持ってくんだよ。一緒に住んでたんだろ、風呂覗いたか。覗かねえよ、アホか。新世界の神になるんだろ、女湯覗こうとしてたじゃん。あれはその場の勢いだ、忘れてくれ。まあいいや、お前から聞きたいことはあるか、ある程度のことは知ってるぞ。俺、ガキをかばって事故ったんだが、そいつどうなったかわかるか。知りたいのか？ああ、なんかまずかったか。消えたよ。消えた？ああ、突然とな、異世界に迷い込んだか、呼び寄せられたのか。だがしかし、寿命はまだあった、死んではいないだろうが。その異世界ってのは、サナエ知ってるか、そいつと同じ場所かな。こちらサナエが向かった場所は、幻想郷ってところだ。幻想郷？ゲームと同じさ、妖怪やらモンスターやら、そんな世界があるのさ。そうか、神様も一緒だって言ってたし、大丈夫か。コアはどうなんだ、やっぱり悪魔なのか、あの羽は本物だろ。コアクマは、魔界という場所から来てる、途中で姿を見せなくなったらしいが、それからどこにいたのかはわからない。魔界って、マジかよ、じゃあやばかったのか？階級悪魔だ、そこまで問題ではない、まあ人間にとっては脅威だが、問題はそこじゃないんだ。どうやってこの世界に入り込んだのか、空間を扱うなんて、上級悪魔でもないと無理だ。あいつ、悪い奴なのか、記憶がないって言ってたぞ。下級悪魔はいじめられやすい、上級悪魔に飛ばされたのか、その可能性はあるな。よかったな、普通なら殺されてるぞ、まあ死んでるんだけどさ。あはは、そんな心配してねえよ。あいつは優しいからな、たとえ悪い悪魔だったとしても、俺は好きだぜ。あいつ本当に不器用だからな、そばにいてやれなくて、少し悪いことしたかな。咲夜も咲夜で心配させるからな、あの二人で本当に大丈夫かな。どっちもわがままだし、ポンコツだし、ガキだしよ。俺がいなきゃよ。畜生。すまねえ。いいさ、今のうちに泣いておけ。お前は十分我慢したさ。え、墓？そうだ、お前のためにな。いや、こんなに早くできるわけないだろ、それにそのお金はどっから。魔法だよ、魔法、冥界に行ったら、そういうやついっぱいいるぞ。
あのいざよい咲夜も、時を止める力を持ってる。マジかよ。ほら、来たぞ。こわ、咲夜。私さ、後悔してる。なんでもっと一緒にいなかったんだろうって。きっと、泥も後悔してるわよね。どうなんだ、お前は後悔してるか。俺は。そんなことないと思いますよ。だって、泥は、笑っていましたから。そうだな、俺は後悔なんかしてない。ろくな人生じゃなかったけどよ、お前たちと出会えて、俺は本当に幸せだった。俺なんかとよ、一緒に過ごせて幸せって言ってくれてよ。本当に、ありがとう。コアちゃん、一緒に頑張りましょうね。はい。よろしくお願いします、咲夜さん。頑張れよ、コア、咲夜。俺はずっと、お前たちを見守ってるからよ。お前たちが、大好きだぜ。エイキ様、次のものが来ますよ。そろそろ準備しないと。どうしたんすか？またですか？最近死人が増えすぎでは、私の休憩時間もないじゃないですか。その分給料いいじゃないですか。後がつっかえてるんで急いでもらえます？そうだ小町、あなた閻魔やりますか？給料と休みとボーナス、待遇は素晴らしいですよ。今のあなたを見てやりたいと思いますか？早く来てくださいよ、白黒つけろや。いやだ、全員黒だ、こんなブラックな会社辞めてやる、地獄に落ちろ、ヘカーティア様に言いつけますよ。それじゃあ読み上げますね。はい。名前は渋井丸卓を、略して渋卓です。死刑で、名前だけで？特に大きな犯罪はなし、女性に対して、迷惑行為が目立ってるようです。もういいですよ、全員行けや、しっかりしてくださいよ、裁判中ですよ。とりあえず悪は悪なので地獄です。さっさと落ちろ。あら、厳しいですね。それじゃあ渋卓さん、こちらへ。ああ、疲労が溜まって首と腰が、こんなの一生続けてらんないですよ。エイキ様、次です。地獄で、まだ何も言ってませんよ。あ、名前はロロです。生前は特に目立った悪事はなし、人助けを少々と。ああ。あなた趣味は？趣味、そうだな。バイク乗ったり漫画見たり。じゃあ地獄行きで。エイキ様、全員を地獄行きはまずいんじゃ。黙りなさい小町、バイク乗ってる奴は全員渋卓です。偏見にも程がありますよ。なあ、俺の両親や妹がいるはずなんだ。できれば一緒がいい。あなたに決定権はありません。私が判決を下します。それで、どっちなんだよ。そりゃ地獄ですよ。俺ってなんか悪いことしたっけ？いえ、私が眠いからですよ。俺関係ねえじゃねえか。何言ってるのこの人みたいな顔するのやめろ。それじゃあ問題です。私が好きな作品は何でしょう？ 1、FF、2、ドラクエ。英気様、まさかその問題で決める気ですか？当てれば天国です。外れれば地獄。こいつ、ふざけてやがるが、マジでこれで決めるつもりだ。正直俺が好きなのは FF だが。こいつ、見た目がなんとなくドラクエっぽい。ドラクエの可能性が高い。しかし、こいつは閻魔だ。当てるかどうかが問題ではなく、俺が正直に答えるかどうかを判断してるのかもしれん。どちらにしても2分の1、これは正直に答える方が得策だ。いやー、やっぱあの作品はかっこいいですよねー。かっこいい、間違いない。これは FF だ。俺の勝ちだ。答えは FF だ。答えはロマサガです。わ。罠だ、これは罠だ。こいつが俺を陥れるために仕組んだ罠だ。答えが選択の中にないなんておかしいじゃないか。それが罠だという証拠。私は次のうちどれか、とは言ってませんよ。好きな作品が何か、と言ったんです。いや、違う。罠だ、俺はロマサガをやったことがない。ロロ、君の負けだ。さっき君は、俺の勝ちだと言った。あれじゃただの中二病と同じだ。さあ、地獄に行くぞ。やめろ、わ。ロロ、あなたの負けです。さっきあなたは自分の勝ちを宣言しましたが、確かにあなたは本来勝っていた。私は、負けていました。あなたの予想通り、私は FF にはまり、寝不足の原因も正直それです。寝不足のせいで朝食を作る暇がなく、簡単なもので済ませました。これが朝食です。バナナ。正直 FF は好きですが、さっきアプリで見つけてハマってしまったんですよ。残念でしたね。それじゃあ小町、彼を連れて行ってください。地獄へ。エイキ様。うん、どうしたのですか？後ろ。ちょっと様子を見に来たと思ったら、何やってんの？エイキッチ。まさかだけど、あんたずっとこんな感じで審判してたんじゃないでしょうね。違うんです。すべては小町が、判決は無罪、天国です。おめでとう。そりゃあどうも。いやー素晴らしい。この仕事も最高ですね。一生続けてられる私の転職。小町、彼を天国へ。
了解です。ほら行くぞ。おう。へえ、転職だなんて嬉しいこと言ってくれるわね。それじゃあこのまま1000人行きましょうか。いい。さすがに1000人は。嫌なの？もちろんやりますよ。あはは。そう、よかったわ。おい、ここが天国か、なんもねえじゃねえか。わがまま言うな、地獄で罰を受けるよりマシだろ。ところでゆうく、お前小町って呼ばれてたけど、小町ゆうくなのか？誰だそいつ、私は小野塚小町だぞ。お前が名乗ったんだろ。お兄ちゃん。ミミ、お前。わーい。よかったな、会えたぞ。なんで？会いたかったんだろ、私が英気様に頼んどいたんだ。もともとお前は天国の予定だったし、妹に会わせるつもりだったんだ。ただ、ストレスがマックスになったせいでああなったが、根はすごくいい人だ、忘れてくれ。それと、ここからは出られない、何年先かわからんが、生まれ変わることもできる。とにかくあれだ、頑張れ。じゃあな。おい。ありがとう。それが仕事さ。じゃあな。お兄ちゃん、ずっと会いたかった、怖かったよ。ごめんな、もう二度と離れねえから、ずっとそばにいるからな。うん、約束だからね。さて、英気様の泣き顔でも見てくるか。ミミ、父さんと母さんは？ミミも探したんだけど、見つからなかったの。ここ、すごく広いし、離れるのも怖くて。そうか、普通はこうやって会うことができないのか、ずっと一人で、よく頑張ったな。ミミ、寂しくなかったよ、お姉ちゃんがそばにいてくれたから。お姉ちゃん。お姉ちゃん、紹介するよ。私のお兄ちゃんだよ。そう、よかったわ。どうも、あなたは。すみません、俺がいない間に、ずっと面倒見てくれたみたいで。偶然だけどね、この子が一人で泣いてたから。ここでは結構親と離れ離れになることも多いわ。小町とか閻魔とか、結構優しい奴らでしたけど、どうして会わせてもらえないんですかね。それはね、ここでは他人だからよ。たとえ生前に家族や恋人だったとしても、生まれ変われば別人だし、行いによって、天国や地獄に分かれる。親が先に転生してしまえば、結局子供は一人ぼっちになるし、ここを離れたくなくて泣く子供もいる。子供が先に転生ともいかないしね、いろいろルールがあるから。それじゃあ、俺はどうして？特に悪事もなく、人のために死んだ者は、特例として結構優遇されることがあるらしいわよ。俺地獄に落とされそうでしたけど。正直、英気ちゃんの気分次第ね。どうしてそんなに詳しいんですか？私は生前から知ってたからね、いろいろあるのよ。俺、幻想郷とか神とか、異世界の話とか信じてますよ。結構そういう奴らと知り合ったんで、よかったら話してくれませんか？いいわ、何かの縁かもしれないし。耳もお話聞くふふふ、かわいいわね、あなたくらいの子供もいたわ。結婚されてたんですか？いえ、結婚とかじゃないんだけど、時間はいっぱいあるし、教えてあげるわ。幻想郷という世界を。幻想郷とは、楽園の世界、人間や妖怪、妖精や神霊が集まる世界よ。他の世界で生きにくくなったものや、偶然迷い込んでしまうものが集まる場所でもあるの。すごい、耳も行ってみたい。そうだな、楽園と呼ばれるくらいなら、楽しいところなんだろうな。ふふふ、楽しいところだけど、人間と同じで、悪さをするものも多くてね、妖怪に食べられちゃう人間もいるの。耳、やっぱり行かない。だからね、そういう悪さをする者を懲らしめるために、白霊の巫女が必要なの。私はその白霊の巫女だった。警察みたいな感じですか？違うよお兄ちゃん、きっとヒーローだよ。そうね、皆の安全を確保すること、お互いに助け合える世界にする、それが白霊の巫女の仕事。いえ、私の夢だったわ。妖怪とかを相手にしてたってことは、おば、お姉さんは強かったんですね。次はないわよ。すみませんでした。お姉ちゃんかっこいい、耳も巫女やりたい。巫女は誰でもできる仕事じゃないの。危険もいっぱいだし、毎日毎日辛い修行だった。素質も必要だし、恋愛もする暇がなかったわ。それじゃあ、子供というのは？偶然ね、森の中で見つけたの。妖怪に囲まれていたわ。捨て子ですか？そうよ、理由はわかるけど、それでも許されることじゃないわ。私は、その子の母になることを決意したの。愛を知らずに生きるなんて、悲しいことだから。私も、お母さんって呼ばれてみたかったし、ふふふ、いいもんよ。お兄ちゃん、耳のことをお母さんって呼んでね。呼ばねえよ。名前をお聞きしてなかったですね。あら、そうだったわね。私は白霊レイヤよ。あなたはロロよね。耳ちゃんから聞いてるわ。レイヤさんは、やはり巫女の仕事が原因で亡くなられたんですか？お子さんは今どうして？そうね、私が死んだ理由はそんなとこ。娘は巫女を頑張ってるはずよ。女の子か。
受け継ぐものは皆女性なんですか？そうね、巫女という力は女性だけが受け継がれる。いくつかの代で男の子が生まれたこともあったらしいけど、その場合は父親かその他の裕福な家庭に預けることになってる。一緒に育てられないんですか？受け継ぐものを探さなきゃいけないし、見つかれば受け継ぐ狩猟や儀式をしなければならない。男の子が生まれれば母親を失い、女の子が生まれれば父親を失う。どちらにしても夫婦の縁は切れるわね。なんかすごく嫌だな。巫女が嫌で逃げ出す子供もいてね、その時は心を鬼にしてでも受け継がせるの。そうしなければ幻想郷が滅んでしまう。白霊の巫女は存在そのものに意味があってね、楽園の世界へと導くものとされている。お姉ちゃんの子供って名前はなんて言うの？霊夢よ、白霊霊夢。私の一番の宝物、いつか合わせてみたいわね。耳とお友達になれるかな？耳の方が大きいかな？霊夢は多分、今は16とか17歳なはずよ。だけどお友達になれると思うわ。耳より全然大きい。ふふふ、ここじゃ成長も止まってしまうからね。仕方がないわ。耳って今何歳だっけ？わからなくなっちゃった。白霊の巫女、それは、決してヒーローなんかじゃない。秩序のために、世界のために誰かを犠牲にする。それは仕方がないことだ。俺にはそう聞こえた。どれだけ辛い思いをしたんだろうか、どれだけ重いものを背負わされているんだろうか。俺には想像もできなかった。きっと多くの涙を流しただろう。そうだ、この時の俺は自分や耳には一生縁がない話だと思っていた。だけど、それは間違いだった。俺の名前は、ロロ。この物語は、世界に巻き込まれる、クソみてえな話だ。あら、どうかしたの？あ、いえ、スケールがでかい話で、あはは。そうね、他の世界からしたら、嘘みたいな話だし。耳、もっと聞きたい。霊夢お姉ちゃんのこと教えて。おい、あまり知られたくないことだってあるんだから。だって暇なんだもん。ふふふ、構わないわよ。やったー。大丈夫なんですか？大丈夫よ。そうね、どこから話そうかしら。霊夢が大きくなって、5歳になった頃ね。白霊の巫女を受け継ぐ者として、狩猟をしていたの。ほら霊夢、もう少しよ。お母さん、これ。とても子供に持たせる大きさじゃないと思うんだけど。大丈夫よ霊夢、私の娘なんだから。5歳になってないよ、死んじゃったらどうすんの。大丈夫よ霊夢、私の娘なんだから。同じこと言わないで、うなされて悪夢を見そうだよ。成長が早いわね、素質は確かにありそう。だけどちょっと、やらせすぎじゃないかしら。霊夢、次は霊力で岩を浮かせてみなさい。またそれ、無理だよ、難しいもん。自身の頭の上でやってもらうわ、集中すればいける、頑張りなさい。落ちたら死ぬじゃん。大丈夫よ霊夢、私の。わかった、やります、やりますから、もうそれ言わないで、怖い。いいわ、その調子よ、絶対に気を抜いちゃダメよ。ねえ霊夢、今日からジャックって呼んでいい？実はお母さん、男だったの。名前もレイヤじゃないの、ケンシロウっていうの。なかなかやるわね、集中力を乱すには。あ、そうだ、ゆかり、ちょっとカモン。何よそれ、そんなこと言って意味あるの？いいから。まあ、別にいいけどさ。私が言って意味あるの？はい、あなただからこそ意味があるのです。ねえ、霊夢。あら、霊夢ちゃん、今動けないみたいだし。ゆかりお姉ちゃんか、チューしちゃおっかな。すみません、何でもしますから、それだけは。あひゃ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 、払いたい、あひゃひゃひゃ。すみませんでしたい。寺子屋？そうよ。なんでまた急に？ずっとルミアを見てるわけにもいかないし、チルノと大妖精も通わせることにしたわ。だからあんたも霊夢を通わせなさい。なんでよ。あなた勉強とか教えられないでしょ？ゆかりは他で忙しいし、妖怪とかに襲われたらどうすんのよ、危険も多いのよ。大丈夫よ、チルノに多少力の扱い方覚えさせたし、低級妖怪くらいなら問題ないわ。それに、ケイネにもう行くって言っちゃったし。そんな、私の霊夢ちゃんを奪うなんて、あなた悪魔なの。うっさいわね、あんた少しは小離れしなさい。友達も作っておかないと、後々困るでしょ？それじゃあ、私はもう帰るから。あれ、もう帰っちゃうの？チルノとか放置しておくと、何するかわかんないからね。ちゃんと行かせるのよ、いいわね。ルーミア、帰るわよ。もう帰るのか？もっと遊びたいのだ。霊夢、またね。また遊びに来てね。大丈夫かしら、いじめられたりしたらどうしよう。ねえ母さん。凛之助のところに行こうよ。呼び捨てはやめなさい。でもどうして？ルーミアちゃんとユーカおばちゃんにプレゼント買うの。
いつも遊びに来てくれるから、いいでしょ？そうね、ゆかりおばちゃんにもなんか買っていきましょうか。うん。ふふふ、この子ならいじめられる心配はないわね。おい、それ私のだぞ、早くよこせ。違うのじ、私のだじ。いじめる側だったか。こら霊夢、ダメでしょ。ピエーン、あいつが魔法ステッキ取ったー。ほら、早く返しなさい。ほら、返してやるぞ。ピエーン、なんか突っついてくるよー。あ、ありがとう霊夢。こらマリサ、ちゃんと返してくれたよ。あら、マリサってあのマリサちゃん、大きくなったわね。レイヤおばちゃんよ、覚えてる？あら、隠れちゃったわね。会ったのも3年前くらいだったしね、覚えてるわけないさ。霊夢を寺子屋に通わせようとしてるんだけど、マリサちゃんも行くのかしら。マリサは去年から通ってるよ、てっきり霊夢も通ってるかと思ってたよ。あはは、巫女の修行で忙しいからね、優香に怒られちった。ほらマリサ、ちゃんとご挨拶しな。よろしく、マリサ、白霊霊夢よ。霧雨マリサだぜ。修行って、何の修行だぜ？白霊の巫女の修行よ、この幻想郷を守るためにね。もしかして、魔法も使えるのぜ？当たり前よ、空も飛べるし、ビームも撃てる、すごいのぜ。あはは、マリサは魔法使いになるのが夢なんだ。あら、すごいわね。私も魔法使えるようになるのぜ。やろうと思えば誰にでもできるわ。だけどあなたは無理かな、泣き虫だし、譲り合いの心もないし、魔法ってそういう心が大事なの。もう泣かないのぜ。これもあげるのぜ。別にいいわよ、あんたの大切なものでしょ。お母さん、心くなものないし、違うとこ行こうよ。君はどういう教育してるんだい。あはは。それじゃあね。これがマリサちゃんとの出会いでね、同い年くらいの友達は、彼女が初めてなの。あれ、ルーミアって子は。妖怪だからね、100歳以上はあるんじゃないかしら。妖怪って成長が遅いのか。そしてある日のことよ。おい、霊夢。あらマリサ。その帽子、どうしたの？降臨が作ってくれたんだぜ。へえ、似合ってるじゃない。また今日も見てていいか、邪魔はしないからさ。いいわよ、もうすぐ終わるから、その後遊びましょ。あの子、ここんところ毎日来るわね。霊夢の親友らしいからね、私は嬉しいわよ。そこは別にいいわ、問題は巫女の修行を見て、力を身につけようとしてるところよ。あの子のこと調べたわ、両親とはうまくいってないみたい、寺子屋でも知る限り、あまり勉強は得意じゃないみたいね。だけど確実に力の扱い方を理解してきてる。もし魔法を扱えるようになったらどうなると思う？間違いなく一緒に異変を解決しようなんて言い出すわよ。止めたとしても個人で動くかもしれない。それで妖怪に殺されたらどうなる？霊夢を悲しませることになるし、あのマリサってこのためにもならないわ。まだ間に合うわ、霊夢と一緒にいるべきじゃない。魔法使いを諦めろって言っても無理でしょ。あなたが言わないなら私が言うわよ。わかったわ、私が言う。お願いだから少しだけ待って。わかったわ、頼むわね。マリサ、全然来なくなっちゃった。寺子屋にも来ないし、どうしちゃったのかな。風邪とかひいちゃったのかもしれないわ、すぐに戻ってくるわよ。うん、そうだよね。それは、もう霊夢と会わないでほしいってことですか。会うなとは言わないわ、だけど、もし会うなら、魔法使いになることを諦めてほしいの。それと霊夢に何の関係があるんですか。わかったわ、あなたのためでもあるから、はっきり言うわね。あなた、霊夢と一緒に異変解決しようとしてるでしょ。それの何が悪いんですか。あなたはただの子供、だけど霊夢は違うわ。そして霊夢はあなたを大切に思ってる。もしあなたに何かあったら、霊夢はどうなると思う？異変解決は遊びじゃないわ、強い妖怪もいっぱいいる。霊夢があなたを守ることもできないわ、一瞬の油断が死を招くの。あなたも自分のせいで霊夢を失いたくないでしょ。霊夢のお母さん、よくわかりました。私は、自分の夢を諦めるつもりはありません。霊夢によろしく言っておいてください。それから、数ヶ月後。どうしたの？最近全然ダメじゃない。ごめんなさい。あなたは白霊の巫女よ、もっと自覚を持ちなさい。はい。よう、霊夢。マリサ。霊夢、やっと私も飛べるようになったんだぜ。あなた。どういうつもりなの？これじゃあ約束が。約束？約束って何？いや。霊夢、私と霊夢のお母さんはな、こう約束したんだ。早く空飛べるようになって、霊夢を驚かせてやろうってな。お母さん、マリサとそんな約束してたの？寺子屋にも行けなくて悪かったな。早く空飛べるようになって、霊夢を驚かせてやりたかったんだ。いいの、これで一緒に空飛べるね。そうだ、霊夢、ちょっとだけお母さんと話してもいいか、部屋で待っててくれ。わかった。どうして、正直に言わなかったの？どういうつもり？
霊夢が聞いたら悲しむだろ。それと、勘違いしてるみたいだから、言わせてもらうぜ。確かに私は霊夢と一緒に異変解決したい、もっと一緒に過ごしたいし、もっと仲良くなりたいんだ。だけどそれだけじゃない。霊夢を守るために、あいつの笑顔を守るために強くなるんだ。今はまだ未熟で、守られる側かもしれないけど、絶対にあいつの横に並んでみせる、あいつを超えてみせる。霊夢を思う人間か、自分たちだけだなんて思うな。私も、霊夢が大好きなんだ。マリサちゃん、ありがとう。そうね、あの子に一番必要なのは、一緒に戦ってくれる仲間。私が目指してる世界にも、きっと多くの仲間が必要になる。マリサちゃん。霊夢を、よろしくお願いね。は、はい。ねえ、もう話は終わったの？私を仲間外れにしないでよね。ああ、終わったぜ。霊夢に友達ができた、それだけでも嬉しかったわ。だけど、もっと嬉しかったのは、娘を思い、娘も彼女を同じように思う、心を一つにできたこと。世界に必要なのは、誰かを思う、強い心。あの子なら、もっと多くの仲間に、そして、幻想郷を、本当の楽園の世界へ、導いてくれる。お母さん、マリサとちょっと飛んでくるね。ええ、気をつけてね。何か私に言いたいことはあるかしら。そうね、強いて言うなら。戦うと決めた以上、強くなってもらわなければ困るわ。彼女は魔法よ、あなた教えられるの？それなら心配ないわよ。言うか、その子は、さあ、ただ礼儀を知らないからぶっ飛ばしたわ。子供に何してんのよ。ただの子供じゃないわ、魔法を使ってきたもの。一体どこから、人間じゃないわね。心配ならそばに置いておくことね。寺子屋にでも通わせておくといいわ。魔法はかなり優秀よ、一応監視はしておくべきね。わかったわ。え、それでその後どうなったんですか？ふふふ、ちゃんと話すわよ。ちょっと休憩しましょう。耳もね、お空を飛ぶのが夢なの。頑張れば私も飛べるようになるかな。ええ、頑張ればきっとね。なんだろ、サナエも巫女だって言ってたよな。ハフレイの巫女とは違うのだろうか。もっといろいろ知りてぇ。レイヤさん、続き、お願いしてもいいですか？ええ、いいわよ。それじゃあ、続きを話しましょうか。それじゃあ続きを話すわね。おい霊夢、早く行くぞ。あ、待ってよ。それじゃあ母さん、行ってきます。ええ、気をつけてね。拷問した結果、あの子の名前は、アリス、マーガトロイドです。どうも。くそ、こんなつもりで来たわけじゃないのに、あの緑が邪魔せなければ。それとあいつらか。さあ、空いてる席に座れ。なんか用があるのか。あなたがマリサね、そして後ろの赤いのが霊夢。おい、霊夢、お前の知り合いか、名前知ってるぞこいつ。知らないわよ、初めて聞く名前だもの。そこうるさいぞ、おいマリサ、これ答えてみろ。え、私ですか。森とかによくいるやつだ、早く答えろ。リグル、教えるなよ。あ、はい、でも今ので答えわかっちゃうんじゃ。ホタルですか。違うぞ、なんだそのふざけた虫は、そんな虫存在しないぞ。私を否定してるよそれ、いるから、いっぱいいるから。アリス、答えてみろ。原稿中です。正解だ、先生花丸あげちゃう。幻想郷なんだから、ホタルは原稿中だ、わかったな。マジか、知らなかったぜ。それじゃあ先生、私は原稿中ってことですか。え、お前ゴキブリじゃないの？絶対いると思ったよ畜生、ホタルですよホタル。しかもホタルはって言ってるじゃん、存在認めてるよ。そうか、先生が間違ってた、すまん。ホタルはゴキブリだ、覚えておけお前ら、テストに出るからな。間違った情報を与えるな、その問題出た時自分を否定すべきか迷うよ。それじゃあ次の問題だが、アリスさんって頭いいんですね。あのくらいの知識、当然よ、来る前に調べたもの。アリスさんってどこから来たんですか？あ、少し遠くから引っ越してきたの、話すようなところでもないわ。そうですか。なあ、霊夢。無視しなさい、今考えてるの。嫌だってよ。あいつなんでついてきてるんだ、しかも空飛んでるしよ。知らないわよ、やっぱりあんたの友達なんじゃないの。ちょっとそこのガキども、止まりなさい。なんだよ、というかお前も子供じゃねえか。何か用なの？とりあえず、ちゃんとした自己紹介くらいしておこうと思ってね。私はアリス、魔法使いよ。おお、だから飛べるのか、私以外に魔法使いがいたんだな。別に魔法使いなんて珍しくもないわよ。友達になってあげてもいいけど、どうする？結構です。ふざけんなガキども、私がわざわざ言ってあげてるのに。悪いけど忙しいのよ。上から目線なのは構わないけど、そんな態度だと、友達できないわよ。じゃあねアリス。じゃあなゴリス。アリスよ。くそ、人をバカにして、覚えてなさいよ。え、マジか、私に魔法を教えてくれるのか？あれ、母さん魔法とか使えたっけ？いいえ、マリサちゃんにはあの子に教わってもらうわ。あの子？私よ。またお前かよ、お前が先生だと、ふざけんな。だそうよ、私帰ってもいいかしら。あ、ちょっと待ってね。
マリサちゃん、もし魔法を覚えたいなら、彼女にお願いするしかないわよ。実力は確か、霊夢と互角かそれ以上。何？どうするの？私は力の使い方くらいしか教えられない。霊夢の力に近づきたいなら、プライドは捨てることね。母さんってアリスといつ出会ったの？昨日よ、あなたたちが出かけた後にちょっとね。わかった、仕方ねえ、やるぜ。ふふふ、いい子ね。ちょっといいですか？どうしたの？さっきこの人たちにバカにされました。ちゃんと謝るまで何も教える気になりません。ふざけんなよ、お前が調子に乗ってるからだろ。私は自己紹介しただけなんだけど、何かまずかったかしら？クソ、その上から目線なのがムカつくんだよ。理由がなんであれ、悪口言ったなら謝りなさい。実際に立場が上なんだから、負けたくないなら努力することよ。絶対に超えてやるからな、覚えてろ。私たちも悪いし、とりあえず謝りましょう。アリス、否定するようなこと言ってごめんね。すまなかったぜ。謝るときはちゃんと頭下げなさいよ。常識でしょ。それもそうね。ごめんなさい。すみませんでした。クソ、なんで私が。我慢しなさい、ここは耐えるのよ。あいつクソムカつく顔してるぞ、舐めやがって。アリスちゃん、二人とも反省してるみたいだから、許してくれるかしら。はいおばさま、私は寛大ですから。寛大の顔じゃなかったぞ。何、また謝りたいの？あ、違うわよ、仲良くなりたいなーってね、あはは。そう、口の聞き方には気をつけるのね。この野郎。それじゃあ始めるわよ、集まって。あ、はーい。はい、じゃあまず何か魔法使ってみて。わかりません。何でもいいわよ、炎でも氷でも、怪魔法でもいいんだから。わかりません。あ、まだ空飛べるようになったばっかなの、基礎からお願いしてもいいかしら。あなたは集中しなさい。あ、はい、すみません。まあいいわ、空飛べるならエーテルの扱い方はわかるわね。わかりません。はぁ、じゃあなんで空飛んでるのよ。わかりません。わからないで空飛べるか。気づいたら飛べるようになってました。あなたエーテルが何かも知らずに、空飛ぶ方法だけ勉強したってこと？そうです。あんたそのうち落下するわよ。勘弁してください。まあいいわ、とりあえず説明するから、しっかり頭に入れておいてね。お願いします。エーテルというのは、魔法を使用する際に必ず必要とするもの、エネルギーそのものよ。エーテルは基本的にどこにでも存在してるわ。空気と一緒で常に流れているの。ああ、じゃあ空気を集めるような感じってのがそれか。そうそう、それを集めるのに必要な力が MP と呼ばれるものよ。てっきり地震を浮かせる空気って意味かと思ったぜ。魔導書によっては表現の書き方が違うからね、そこは経験よ。ちなみになんで MP って呼ばれてるんだ？ MP は地震が集められるエーテルの量を指すの。量が多ければ多いほどたくさんの魔法を使用できるし、上位魔法以上はかなり MP が必要になるわ。魔法使いにとっては命と同じよ。だから私たちの魔法使いの間では、MP、つまりマジックポイントって呼んでる。なるほど、それじゃあそれがたくさんあれば、全部の魔法を使えるんだな。どうやって MP 上げるんだ？全然違うわよ、魔法はそんなに甘くないの。なんだ？エーテル、イメージや必要とする力、それがうまく合わさって初めて魔法になるのよ。あなたは飛びたい思いで偶然魔法となっただけ、使えただけで習得したとは言えないわ。それと MP 増加についてだけど、地震の力に影響されるから、上限上げたいならレベルを上げることね。そして威力を上げたいなら魔力を上げること。場所によってはエーテルが濃いところがあるの。エーテルが密集してる場所ほど、私たち魔法使いは有利になる。もし戦闘で勝ちたいなら、場所選びも重要よ。それじゃあまずはエーテルを集めてみましょうか。どう？調子は？すごく優秀な子ね。教えるのも上手だし、私より教えるの上手なんじゃないかしら。一つ一つ確実に覚えていくタイプね。私とは大違い。そう、それは良かったわ。それで、何しに来たのよ。ただの様子見？まあそれもあるんだけど、会いたいって人もいてね。誰が誰によ。あの人がアリスに。じゃあ。言うか。話せ、話しなさいよ。どう、調子は。いい感じよ。あとはマリサちゃん次第ね。来た。あんた何かやってみなさい。いや、まだ魔法は使えないんだ。教えてもらってるところで。そうよ、だから邪魔しないで。どういう魔法がいいの。しなさいよ。なんか破壊力があってパワーがある感じがいいな。魔法使いって感じがするし。そう、魔法じゃないけど見せてあげるわ。ちょっと、まずは炎系を教えたいのに。まさかだけど。そのまさかね。霊夢、みんなも動かないでね。私は。マスターストーク。いや、天気が良くて気持ちいい。こういう日はきっといいことがあるぞ。すげえ。え、何？母さん何が起きたの？子供は見ちゃいけません。目を閉じてなさい。ち？どうだったかしら？今のは半分くらいの力なんだけど。半分？今のが？
アリス、初心者なんだから、まずはイメージしやすい魔法から覚えさせなきゃダメよ。どういう魔法使いになりたいのか、それが一番大事でしょ？それもそうね、無理ゲーはダメか。今の技はなんて言うんだ？マスタースパークよ。覚えたいけど、魔法じゃないならダメか。かっこよかったんだけどな。私は内なる力を放っただけ、違いはエーテルだけよ、あなたにもできるわ。マジか、私も覚えたい。どちらにしても基礎は必要よ、しっかり学んで、そこから自分の魔法を覚えなさい。反抗せずに、しっかりアリスから学ぶことね。わかったぜ。それじゃあアリス、あとはよろしくね。はい、お名前は？私の名前は、風見優香。幻想郷一、争い事を嫌う、優しい妖怪よ。嘘くぜー。ねえ母さん、まだ目を開けちゃダメなの。今日はいい感じね、もうちょっと頑張りなさい。気になるんだけど。優香、ありがとう。そしてアリスちゃんも、マリサちゃんも。あなたたちがいれば、私がいなくても大丈夫ね。その後は？まあ、みんないっぱい修行して、絆も深まって。そんなところかな、あとは覚えてないや。知り合いの巫女が、幻想郷に向かったらしいんですが、もしかして白霊の巫女と関係ありますか？いえ、白霊の巫女は一人だけだから、関係ないと思うわ。多分だけど、神々の信仰のために存在してるんだと思うわ。人々の信仰がなければ、生きていけない神もいるの。なるほど。それじゃあ、私はちょっと他の人と話してるから、ゆっくりしてなさい。はい、ありがとうございました。いい話だったね。少し怖いけど、いつか行ってみたいな。そうだな、だけど俺たちとは一生縁がねえよ。もう、お兄ちゃんは夢がないな。私、いろんな人と話してくるよ、行ってもいい？ああ、あまり迷惑かけないようにな。それと遠くには行くなよ。うん？そういえば、なんで死んだのか聞いてなかったな。やっぱり妖怪とかか。まあ、あまりそういうことは聞くもんじゃねえか。いつ転生されるかわかんねえし、今のうちにもっと、耳と話さないとな。ごめんね、霊夢。はぁ、やっと帰ってくれた。マジでずっと見てるとは思わなかったですね。霊気様、大変です。もう、何ですか？変な奴が冥界をうろついてるんですよ。侵入者です。何ですって？今地獄にいます。見てください。どうしますか？ヘカーティア様はまだいるんですか？誰だ？こいつは。何の用だ、貴様。ペルセポネよ。感じぬか、こやつ、我々に似た力を感じる。なお申せ、我々に挑む気はなかろう。私の名は、鬼神、三頭身の一人だ。三頭身、聞いたことないぞ。お前を作り出した者の名はなんだ？名前は知らない、ただ、万能の神だと名乗っていた。なんだと、ハーデス様、女神が姿を現さなくなったことと、何か関係が。女神、ソフィアのことか。おい、あいつは今どこにいる？マシンも魔界にはいなかった。早く見つけないと世界のバランスが。口の利き方に気をつけろ、貴様。まあよい。鬼神よ、お前が言う女神と、我々が言う女神はおそらく違う。何があったのか申せ。わからねえ、突然神殿に大きな力が、それで私たちがバラバラに。そのものは、おそらく同じ万能の神に作られしもの。なぜわかる？その神殿は、お前たちが作ったものではないだろ。同じ神に作られしものでなければ、侵入も破壊もできぬ。作った神を超える存在でもなければな。お前たち、なぜそんなに詳しい、同じ神に作られたのか。同じではない、だが近しい存在なのは間違いない。そうか、邪魔したな。ここにいないなら他を探す。幸運を祈る。まずいですね、女神に何かあったのでは。新たな万能の神の存在、何かあったのは間違いないが、さすがに深海に手出しすることはなかろう。それと、バランスが乱れると言っていた、女神が同一人物ではないだろうが、調和の女神に等しい存在かもしれぬな。父上様には伝えないのですか？必要ない、ゼウスもたまに天界におる。そのうち、あの鬼神と名乗る者と会うだろう。何用だ？申し訳ございません、ここに侵入者が来たと思うのですが。構わん、すでにここを離れた、我々に近しい存在、忘れろ。しかし、小町、言われた通りにしなさい。大変失礼いたしました。よい、戻れ。はい。ペルセポネよ、いずれ冥界のバランスが乱れる時が来る。人の精神に大きな変化が起きれば、正しに行け。わかっています。霊気様、探しに行かないんですか？侵入者ですよ。冥王様は、忘れろと言ったんです。しかし存在とも言っていました。我々が深く関わっていいことではない。
小町、これ以上のことは許されません。ヘカーティア様より上の存在です。立場をわきまえなさい。小町、聞こえていますか？わかりました。仕事に戻ります。はい、よろしくお願いしますね。あなたのためですよ、小町。まずいな、神に知られたら裁かれる。早いとこ見つけねえと。いや、もう何年も経ってるし、さすがにバレてるか、許してくれんのかな。ソフィアは人に興味があった。人の世界にいそうだが、騒がれでもしたら面倒だ。どうすっかな。さっきの神、私より上だったな。なぜ下界にいるんだ。何かいろいろ知ってそうだったが、とにかく急がねえと。仕方がねえ、霧状になって探すか。あまり好きじゃねえが。あの吸血鬼の力を感じない。あれほどの力、捉えられぬわけがない。なぜ見つからぬ。それどころか、強い力も感じない。どうなっている？それとも借り尽くしたか、その程度の世界とは思わんが。人間界にはすでにいなかった。だいぶ時代が変わったらしいが、力を感じ取れぬ世界にいるのかもしれんな。ちゃんと幻想郷に着いたみたいね。それじゃあ、準備を始めるわよ。今家から出られないんですか？少し前に強い力を感じてね、結界で場所を特定できないようにしてるんだ。移動するのにも力を使う、その力でバレたら追ってくるかもしれないし、幻想郷に向かうには、少し様子を見た方がいいかもね。大丈夫なんですか、それ。わからない、結構前にも強い力を感じたし、だけど外に変化がない、もしかすると、何か探しているのかもね。とりあえず今は諏訪湖が何とかしている、大丈夫だからゆっくりしてな。わかりました。死んでからどのくらい経ったのだろうか、ここでは時間もわからない。あの日以来、レイヤさんと会うことはなくなった。そりゃあそうだ、保護者である俺が来れば、一緒にいる必要はないのだから。それか、もう転生してしまったのかもしれない、俺には何もわからないが。お兄ちゃん。やっぱりどこにもいないや。そうか、俺たちよりずっと先にここにいたんだろうし、先に転生しちまったのかもな。せめて、お別れくらい言いたかったな。仕方がないさ、お兄ちゃんがいるだろ。本当に耳から離れない？当たり前だろ、絶対に離れたりしない、そう約束しただろ。うん。あの子たち、どうしてるかしら。ごめんなさいね、私に関わると、ろくなことにならないわ、巻き込みたくないの。誰を巻き込みたくないですって？嘘。ゆかり、あなたどうして？よく聞きなさい。今、全世界が崩壊しようとしている、もちろん幻想郷もね。相手は世界を作った神々、幻想郷も、人間界も作った神よ、それを止めるべく、全員で戦っているわ。この冥界も、負ければ滅びる、知恵を貸してちょうだい。知恵って言ったって、まだ状況が良く。アリスはすでに死んでる、このままじゃ霊夢も死ぬわ。とりあえずヤバいことだけは分かったわ。何か力になれるかもしれない、もう少し詳しく状況を説明しなさい。ゆかりは、会いたい人がいるって、さっきどっかに向かったわ。冥利には霊前たちもいるはずなんだけど、一体どこにいるのかしら。独身の強さは異常よ、この先大丈夫かしら。次はゼロムスだな。どんなやつだ。重力を操る力を持っている、星を引き寄せるほどのな。そうか、それは厄介だな。さて、どうなるかな。皆さん大丈夫でしょうか。外の状況がわからない、言ってるといいけど。今は祈るしかありませんね。今更だけど、天国ってもっと賑やかで、どんちゃん騒ぎしてると思ってたぜ、あの漫画は嘘だな。ねえねえ、お兄ちゃん、ウサギの耳生やしたお姉ちゃんがいたよ。お前異世界行きたいからって、ついに変なもの見るようになったのか。んなもんいるわけねえだろうが、バニーガールじゃあるまいし。ねえ、いるでしょ。かわいいな、ウサギの国から来たのかな、お月様。中国姉ちゃんと学生バーニーか、どういう組み合わせだ。なんかそういう意味であったよな、多分コスプレだなあれは、耳には悪影響かもしれん、少し離れてるか。よし、もっとあっちの方行くぞ。どうして冒険だ、もしかしたら、もっと面白い人がいるかもしれないぞ。冒険、わかった。仕事中に死んだのか、かわいそうに、きっとお酒飲みすぎたんだな、それか変なおっさんに絡まれたのかもしれん。どうしてお兄ちゃん、お姉ちゃんたちのことずっと見てるんだろ。もしかしてお兄ちゃんも耳生やしたいのかな。そうだよね、私も生やしたいもん。だけどお兄ちゃんは男の子、言いにくいこともあるよね。お兄ちゃん。あん、どうした。素直になっていいんだよ、耳、わかってるから。絶対わかってないだろお前。お前たちは、何を思って現実とする。もしお前たちが見えてる景色、聞こえるものが全て夢だとしたら、お前たちは一体、何を信じるというのだ。
嘘、それは。夢であろうが、幻想であろうと、本人が現実と思えば、それは現実。望めば、見たいものだけが見える世界だ。どうだ、幻獣王よ。お前が望む、すべてのものが救われる世界だ。成功世界も改変され、皆が幸せになるぞ。おのれ。難しい問題ですね。ちょっとあんた、何惑わされそうになってんだよ。あいつは、マシンとアルテマに関わった人物か。感謝するぞ、お前が引き金となり、アルテマが生まれた。カオスから始まり、マシンへと繋がる。お前は鍵となる存在、霊に望む世界を与えよう。しかし面白い、あの力の器となるか、そして娘も。まあ、だがしかし、今終わるこの世界には、不要な力だ。どうなってんだ。ここ、俺たちの家だよな。うん。夢、だったのかな。いや、レイヤーさんとか覚えてるだろ。そっか、じゃあ夢じゃないね。一体、何が起きてんだ。世界の終わりかと思われたこの7日間でしたが、ついに8日目に突入しました。これは助かったということでしょうか。終末音による影響は、6つの災害、そして1つの終わりです。各世界で何も影響が起きていないことを考えると、神のいたずらだと判断せざるを得ません。だがしかし、考えようによっては、これは別の意味が込められてるのかもしれません。というと、どのような意味が？例えばですが、かつて創造の神は、美しき世界を求めたとされています。私たち人間の身勝手な行為、自然に及ぼす被害、醜き心。本来人は、楽園に住んでいました。しかし罪を犯し、追放された。考えを改め、あるべき姿に戻れ、そういう意味が込められてるのかもしれません。なるほど、それが本当だとすると、少し怖いですね。確かに今回の出来事で、多くの者が犯罪を犯し、今世界中で。この話、マジなのか、一体どうなってる？神だの世界の終わりだの。だけど実際に神が存在してることを考えると、確信はねえが、マジっぽい感じはするな。お兄ちゃん、部屋の掃除終わったよ。おう、お疲れ、よく頑張ったな。すごい埃だったよ、死ぬかと思った。あはは、何年も住んでなかったからな。ねえ、お父さんとお母さんはいないのかな。多分、生き返ったのは俺たちだけだな。そっか、今日って何月何日なんだろ、あれ、今何年？なぜ生き返ったのか、なぜ俺たちだけなのか、その理由はわからなかった。テレビを見て確認したが、間違いなく数年以上は経っている。さっきのニュースと、俺たちが生き返ったことと、何か関係してるのか。正直、喜んでいいことなのか、よくわからない。お兄ちゃんってば。ああ、悪い、どうした？もう、何回も呼んでるんだから聞いてよね。悪かったって。それで、どうした？ミミ、幼稚園どうすればいいの？やべえ、無断欠勤扱いになってっかな。朝か。はあ、今日から仕事探さないとな。これ、もう湯気じゃなくて煙だな。新しく買い替えるか。おーい、起きろー。むにゃ。起きろってんだよ。どうしたの？こんなに朝早く。兄ちゃんは仕事探さなきゃなんないから、まずはお前を幼稚園に連れて行く。だけど昔のまんまの姿で行ったらまずいんじゃないの？ああ、だから新しい幼稚園だ。もういいよ。それよりどっか行って遊ぼうよ。ダメだ、貯金も残り少ないし、働かなきゃなんないだろ。その間お前を見てられないしな。兄ちゃんは仕事、お前は幼稚園に行くのが仕事だ。友達も作っておきたいだろ。面接もしなきゃなんないし、ずっと歩き回るのも嫌だろ。おもちゃだって買ってやれんし。だからまずはお前を、寝るなっての。ねえ？なんだ？幼稚園ってどこにあるの？なんかそこら辺にあるらしいぞ。どうしても行かなきゃダメ？ダメだ。ほら、私メイドになりたいし、うちのことした方が良くない？お前、いつからメイドになりたくなったんだよ。お兄ちゃんから咲夜さんのこと聞いてから。ミコの話はどうしたんだ？なんか違うかもと耳の中で拒絶反応が出ました。アレルギーみたいに言うなよ。どこで覚えてくんだ？ねえ、幼稚園って森の中にあるの？いや、確か合ってるはずだが。待ってろ、今調べるから。たとえ合ってたとしても、森の中を通る幼稚園に何回行きたくないんだけど。わがまま言うな、バス代も払えないからな。兄ちゃんが毎朝送ってくから大丈夫だ。森の中ってことは、きっと遊園地みたいな場所だぞ。ワクワクとキラキラでいっぱいだろ。不安と恐怖でいっぱいなんだけど。大丈夫だ、兄ちゃんを信じろ。きっとすごいところだぞ。いろんな意味でね。ねえ、ここなの？みたいだな。だけど、怪しさ満点なんだけど。だけど兄ちゃんの言った通りだろ。しっかり幼稚園があったぞ。見事に保育園って書いてあるけど、多分季節によって変わるんだよ。どんな幼稚園なの？ここ。よし、入るぞ。危ないよ。
絶対にホラーゲームとかにあるシーンだよ。閉じ込められるパターンだよ。バカ、失礼だろ。きっと教育にお金がかかってるんだ。意地でも認めないのか、このクソ兄貴。ほら見てよ、誰もいないよ。絶対に危ないよ、ここ。バカ、よく見ろ。2階があるだろ、きっとみんなでお昼寝してるんだ。なんでお兄ちゃんの頭の中はそんなにパッパラパーなの？あはは、どうだ、立派なところだろ。いい加減現実見てよ、ここ絶対に保育園でも幼稚園でもないよ。何を言ってるんだ、こんなに立派なところなのに。さすがだよ、途中まで階段だったのに急にはしごで登るって意味わかんないよ。作った業者に小一時間問いたいよ。あれなんだろ、聞いてよ。うわぁ、めちゃくちゃ怖いんですけど。へぇ、かなり古いテレビだぜ、これ。しかもほら、ビデオ置いてあるぜ、かなりレアかもしれねえ。ダメだよ、絶対危ないやつだよ。わかんないじゃないか、ただのエロビデオかもよ。余計嫌だよ、妹の前で見るんじゃねえぞ。ちょっと、もしかして持ち帰る気なの？だって心霊ビデオとか色々特殊なもんだったら売れるぜ。ダメだよ、つけてよこんなの。やめろ、兄ちゃんはこれで金持ちになるんだ。ならないよ、きっと苦情来るよ。泣くなよ、ヤバそうだったらちゃんとしてるから。兄ちゃんのことが嫌いになったのか？嫌いじゃないけど失神するまで殴りたいよ。ほら、問題なく出れたしさ、帰りにデザート買ってやるからな。うん、幼稚園は違うところ探そう、とりあえず行くか。うん、ほら、森だぞ、森のクマさん歌ってやろうか。なんで今日のお兄ちゃんはそんなに腹が立つの？あははは、面白いやつだな、お前は。うん、殴りたい。クソ、よりにもよって一番高いデザート選びやがって。お前、絶対残すなよ。うん、大丈夫。なんて言ったっけ、そのパフェ。スーパープレミアムミラクルウルトラデラックスギガンテックパフェ、だよ。なんだそのミスターサタンの技みたいな名前。いい、これを食べることが、女の子の夢なの。もし女の子を喜ばせたいなら、まずはこのパフェをご馳走しなさい。あれ、そういえば彼女いたっけ？黙ってくれよ。お兄ちゃん今いくつだっけ？もう大人でしょ？彼女いないのはまずいんじゃないの？あのな、男にはいろいろあってだな。それに恋愛対象として見れる女がいないんだよ。つまりヘタレってこと？そうじゃねえよ。あ、ほら、咲夜さんとか小悪魔ちゃんは、結構可愛いって言ってたじゃん。可愛いのは確かだがな、だけど中身がな、わかるか。じゃあミミと結婚する？うふふ。絶対嫌だね。なんでよ。俺は大人の女性が好きだ。強く、かっこよく、胸がでかい。最後の最低。あ、じゃあどっちも胸が小さかったんだ。ああ、あれは無駄。ちなみに昨夜は多分ごまかしてる。なんだろう、今一瞬すごいイラッとしたわ。はい、撮影覚えるような。きっとレミーよ。あのね、そんなこと聞かれたら殺されちゃうよ。わかってんの？あはは、大丈夫大丈夫、こんなところにいるわけがねえだろ。あ、そうだ、お兄ちゃんもそこで働けば。そこってどこだよ。だから、そのお姉ちゃんたちがいるところで。はあ、いやいいよ。なんで、会いたいんでしょ。仕事も見つかるしさ、一石二鳥、いや、一石四鳥だね。どの部分が四鳥なんだ？一つ目は仕事、二つ目は二人に会える、三つ目は私も会える、四つ目は提案した私にご褒美が。ねえよ、しかも来るの早いなお前。いいか、俺たちは一回死んでるんだ。死んだ人間が会いに行ったらまずいだろ、しかも死んでること知ってるし。大丈夫、きっとお兄ちゃんのことなんか忘れてるよ。お兄ちゃん泣くぞ、いいのか。だってどうするの？万が一の時のためにお願いできる人とかいた方が、私はいいと思うけどな。まあ、そりゃそうなんだがな、そもそも場所を知らないんだわ。どうしたんだ？そういえば私の部屋に変な紙落ちてたよ。ああ、紙ってなんだよ。さあ、耳は漢字わかんないし。それもそうだな。コウマカン、メイド、司書。うわぁ、マジでコアが言ってたような場所だな。多分ここで間違いないぞ。やったね、就職おめでとう、ケーキ買おうよ。お前が食べたいだけだろ。うん、お兄ちゃんの仕事なんか微塵も興味ないよ。随分辛辣だなお前。いや待て、住み込みって書いてあるぞ。お前を一人で置いてくことになる。ダメだな。ふふふ、頭を使いなよ兄貴。お前のキャラがよくわからんのだが、性格変わったか。私も一緒に住めばいいじゃない。事情を説明すればいけるよ。しかも知り合いがいるんだし。お前漢字わかんないのに、いろんな言葉知ってんだな。そりゃ感覚的には10歳以上ですからね。見た目は変わんないけど。精神年齢も変わってないけどな。だって成長しないじゃん、あそこ。おもちゃもないなんて終わってるよ。まあそこは否定しないが、とりあえず電話してみるか。うん。おかけになった電話番号は、現在使われておりません。なんかわかんないけど、もうないらしいぞ。じゃあ会えないの？待て、兄ちゃんが調べてみるから。ちゃんと探してよ、見つけなかったら一週間トイレ禁止ね。もう公園になるわ。いいからほら、早く検索してよ。
わかったわかった。うん？おいおい、マジかよ。どうしたの？ここ、吸血鬼の館だってよ。吸血鬼って何？ヴァンパイアとかドラキュラとか、人間の血を吸って生きてる連中だ。じゃあお姉ちゃんたち、食べられちゃったってこと？いや、天国にいなかったし、小町から聞いてないしな、多分大丈夫だとは思うが、吸血鬼は俺も話で聞いてたからわかる。そんなの存在してるの？昔は妖怪や吸血鬼とか存在してたって話だ。だけどその歴史は消されそうになってるんだとよ。誰から聞いたの？そんな話。ガキの頃に親父から聞いたんだよ。吸血鬼の人数があまりにも多く、大半の妖怪は消えたそうだ。しかし、吸血鬼同士で争ったらしくてな、仲間割れかわからねえが、かなり人数が激減したらしい。あった、見てみろ。2000年以上も前の話だ。ねえ、なんて書いてあるの？昔は、人間と妖怪同士で争ってたらしいな。だが、いきなり吸血鬼の連中が現れ、状況が変わったらしい。なんとか吸血鬼を倒せるほどの力を得たらしいが、とんでもなく強い吸血鬼に負けたらしい。多分王じゃないかな。親父の話では、100年ほど前までは戦争してたらしいぞ。多分このレミリアってやつが逃げた後だとは思うが、要は根絶やしにするまでは、戦争は終わらないってことだな。なんかかわいそう。噂では、どこかの施設や宗教で、吸血鬼を狩る術を教わってたらしいぞ。裏では吸血鬼狩りの仕事もあるとか。ほら、銀河有効とか書いてある、居場所のない子供たちに、武器の扱い方を教えてたらしい。どうかしてるぜ。そして50年ほど前に、突然と館が消えている。でも、お姉ちゃんたちって、お兄ちゃんが死んじゃう前に行ったんでしょ？どうなってるの？もしかしたら、行ってないのかもしれないな。ちょっと電話してみるか。おかけになった番号は、電波が届かない場所にあるか、電源が入っておりません。ダメだな、仕事中か？二人ともダメなの？ああ、明日また連絡してみるが、まさかまたコンビニじゃねえよな。行ってみるか。あ、もう少しで賞味期限切れるな。廃棄として食べたいから後ろに入れておこう。休憩中に食べるものないときついからな。ちょっとすみません。あれ、君は確かここの常連さんだったよね。久しぶりだね。あ、ありがとうございます。覚えててくださってたんですね。なんでこの人袋かぶってんの？それで、どうしたのかな？ここにいざよい昨夜という方、まだ働いてませんか？連絡が取れなくなってしまって。おう、昨夜ちゃんかい。今でも待ち受けにしてるよ。あ、彼氏さんなんですか？え、違うよ。なんで待ち受けにしてるの？怖いよ。まあまあ、陰ながら応援するファンだと思ってくれ。昨夜ちゃんね、目の前でパッと消えたからわかんないんだ。店長に言い訳するの大変だったんだからね。消えた？魔法だよ、魔法。冥界に行ったらそういうやついっぱいいるぞ。あのいざよい昨夜も、時を止める力を持ってる。万が一の時は、時を止めて逃げることが可能か。しかし存在が消えてるコウマ館に行くことはできないはず。どこにいるんだ？あ、よかったら待ち受け見るかい。かなり可愛く撮れてるよ。隠れて撮ったんだけどね。盗撮じゃねえか。仕事中に何やってんだあんた。やっと昨夜お姉ちゃんのこと見れるよ。嬉しいなぁ。はい、これ。どう？よく撮れてるでしょ。めっちゃ不機嫌そうな顔してるよ。カメラに気づいてるよこれ。とりあえず耳は保育園に任せたし、仕事探しつついろいろ調べてみるか。あれから数日経った。昨夜たちに何度も連絡したが、一切連絡が来ない。履歴くらいは残ってるはずだが。知り合いに連絡してみたところ、やはり世間は忘れようとしているらしい。妖怪や吸血鬼の存在を。大人たちは子供に知られたくないらしいな。まあ確かに今の子供たちにはショックな話かもしれないが、吸血鬼の仲間には魔女もいたらしいし、館を見えなくすることも可能だ。相手が魔女なら時を止めれたとしてもきついだろう。やはり何かあったのかもしれない。嫌われてるだけだったりしてな、あはは。吸血鬼の館にいるのかいないのか、いないならなぜ連絡がつかないのか。マジでわからねえ、ネットは適当だからな。うん、そういえばレイヤさんが言ってたな。幻想郷は、他の世界で生きにくくなったものや、偶然迷い込んでしまうものが集まる場所でもあるの。前までは、吸血鬼を根絶やしにしようと、大人たちは考えていた。吸血鬼たちからしたら、生きにくい世界だ、幻想郷に向かった可能性がある。それじゃあ昨夜たちは、一緒に向かったってことか、それか、偶然迷い込んだ可能性も。あ、あいつに連絡してみるか、できれば避けたかったが。はぁ、あまり気が進まねえな。はいはい。あ、
あいつか、今開ける。すまねえ。あんたよく来たわね。急用でな、ちょっと話を聞いてほしい。まあいいわ、入って。おう。お前、一人暮らしか、結構すげえ部屋に住んでんだな。別にそうでもないわよ、飲み物はコーヒーでいいわね。ああ、ありがとう。仕事は？あはは、ちょっと訳ありでな、今探してるとこなんだ。あれ？お前タバコ吸ってたっけ？結構前からね。あんたも吸う？いやあ、そ。それで、高校卒業して以来だけど、急に用事って何よ。ちょっと、異世界について聞きたいんだが、お前そういうの詳しいだろ？散々バカにしてたやつが？悪かった、謝るから。まあいいわ、教えてあげる。異世界は存在する、それは間違いないと思ってるわ。実際に学校で行方不明者が出てるし、知る限りだと、ここ10年の間に5、6人は消えてるわ。マジか、そんなに幻想郷に。あら、知ってたのね。そう、私たちは幻想郷と呼んでいる。それで。その行方不明者の中には、私の先輩がいてね、いろいろ調べたことがあったのよ。行方不明者に共通することがあって、ある時間帯からいなくなってること、そして、白霊神社に向かったこと。白霊神社、そんなのあったっけ？学校から少し離れた場所にあるのよ。遠の昔から誰も使わなくなったけど。いなくなった先輩ってのは？私、何の部活に入ってたか覚えてる？いや。皮膚クラブよ、オカルトサークルのね。行方不明者の先輩の名前は、ウサギ連子、マエリベリーハーン、部長だった人よ。もともと異世界についていろいろ聞かされてたわ。メリー先輩の発言も妙だったしね。妙な発言？呼ばれてる気がする。だってさ、もともと変な人たちだったけど、家出するようなタイプでもなかったわ。可能性として幻想郷に向かったと考えられる。うん、確かレイヤーさんの名前出て、白霊レイヤー、そして白霊神社。幻想郷と人間界はずっと繋がってるってことか。なあ、異世界に行く方法は知ってるのか？まさかと思うけど、あんた行く気じゃないでしょうね。ああ、少し興味が。バカなこと考えるんじゃないよ。死人が出てるのよ。それに行方不明者もかなり多くね。知り合いがいなくなったんだ、頼む。あんた家族は、大切な人は？妹が一人。なら諦めなさい。友人がいなくなったのは気の毒だけど、あなたがいなくなったら、妹さんが悲しむわよ。知ってる？妖怪とか怪物とかいっぱいいるそうよ。しかも戻ってきた人は過去にたったの一人。死んだと考えるのが普通だし、戻ってこれる保証もないし、時間軸も合ってるかわからない。時間軸、どういうことだ？こっちの世界とあっちの世界は違うってことよ。あっちに行けたとしても、過去か未来かもしれないし、戻ってこれたとしても、同じ時間軸の世界かわからない。お前は行ったのか？行くわけないでしょ。本当に行けちゃったらどうすんのよ。あ、そういえばもう一人、不登校の女の子がいなくなったって話も聞いたわね。名前は知らないけど。誰なんだよ。さあね、親から学校に連絡が来たんだってさ。目撃者は少数はいたらしいけど、結局は捜査打ち切りよ。まあ、場所や時間を教えてあげてもいいけど、二度と戻ってこれない。最悪死ぬってことは頭に入れておくことね。あここがそうよ。ああ、ここがそうだったのか。たまに通る道だったが、全然気にしてなかったぜ。それじゃあ行くわよ。おい、大丈夫なのかよ。特定の時間以外はただの古びた神社よ。早く来なさいよ。おう。特になんもないわね。まあ、誰も使ってないしな。帰りましょう。今来たばっかだろ。関わるとろくなことにならないわ。いざなわれるわよ。なんなんだよ。なあ、もう少し教えてくれないか。その、消えた先輩ってのは、俺全然聞いてないぞ。あんた周りに興味を示さないタイプだからね、結構大騒ぎしてたのよ。すべては、先輩が過去の行方不明者について調べたことから始まった。そして白霊神社について調べ始めたのよ。それから先輩たちは熱中するようになった。そして消えた。後輩たちも先輩たちを探すために調べ、白霊神社に向かった。一人じゃ怖いから、友達も連れて向かったんだけど、気づいたら知らない世界にいたらしいわ。呼ばれてる気がするってのは、あの神社に関わったからか。私はそう考えてるけどね、もう10年近く経つのよ。やっぱり、妖怪に食べられちゃったのかもね。その、助かった人ってのは、今どうしてるんだ？さあ、しばらく病院にいたらしいし、その後はどうしてるのかしらね。3年生の子ってのは？さあ、サナエって子が引っ越してから消えたって話よ。それか家庭の事情か。サナエを知ってるのか？知らないわよ、後輩から聞いたの、後輩から。
ああそうだ、その助かった子の話によれば、巫女に出会ったらしいわよ。白霊の巫女か。あんたやけに詳しいわね、サークル仲間くらいしか知らない情報なんだけど、誰かから聞いたの？あ、いやちょっとな、少し知り合いがいるもんで。ああ、新聞部の連中が記事にしてたの思い出したわ、知っててもおかしくはないか。まあその巫女がね、元の場所に戻してくれたんだってさ、しかもまだ子供ですって。あれ、他の友人は？ビビって逃げたわ、追いかけてくれたけど、間に合わなかったって。どうでもいいんだけどさ。なんだよ。なんであんたそんなに若々しいの？メンズエステにでも行ってるわけ。あんたもアラサーでしょ？おかしいわね、あんたケアなんて全然しないタイプなのに。あはは、その手に詳しい奴がいるもんでな。あ、そう。それで、サナエってことはどういう関係なの？さっきの反応を見る限りだと、ただの後輩じゃないわよね。私もバカじゃないのよね、あんたいろいろ隠しすぎてバレバレよ。何を聞いても驚かないわ、教えなさいよ。サナエとは昔、霊媒師として雇ったことがあるだけだ、いろいろと事情があって転校することになったらしいが、そして異世界についても、行方不明者が多かったことで、その情報にたどり着いただけだ、それでお前に。いいわ、とりあえずさっき教えた時間通りに行けば、幻想郷にたどり着く。だけど行くことは進めないわ、必ず後悔する。せいぜい頑張りなさい。あ、やべえ、妹迎えに行かないと。つづみ、ありがとよ、じゃあな。本当に、行くんじゃないわよ。あそこは、地獄よ。本当に行けたとして、コアたちを見つけることができるのだろうか。それに、戻ってこれる保証もない。耳を置いていくわけにもいかないし、やはり、諦めるしかないのか。耳を危険な場所に連れていくわけにもいかない。俺に、どっちか選べってのか。すまない、コア、昨夜、俺は耳が大事だ。どうか幸せでいてくれ。お兄ちゃん、その髪は何？あ、いやなんでもないよ。もうお風呂上がったのか？これ以上入ってたらのぼせちゃうよ。ああ、それもそうだな。それよりもその髪は何？女の子の連絡先とか？バカ、ちげえよ、ちょっとしたメモだ、気にするな。あ、そうだ、拾ってきたビデオ見ようぜ。まだ捨ててなかったの？当たり前だろ、兄ちゃんは金持ちになるんだ。まだそんなこと言ってんの？いい加減目を覚ましなよ。まあいいからいいから。ほら、セッティングはしてあるんだ、一緒に見ようぜ。いいけど、もしいかがわしいものだったら、その両目潰すからね。お前はどうして血も涙もない発言ばかりするんだ。はぁ、しょうがないな。結構面白い映画かもしれないぞ。はい、第1回、兄弟で見る映画鑑賞会開始。いいから早くしてよ、もう寝たいんだから。わかったわかった。え、なにこれ？さあ、なんだろうな。ねえ、変な女の人が映ってるけど。ああ、結構古い人っぽいな。ねえ、あれって何？井戸ってやつだよ、昔はあれから水を手に入れてたんだ。へえ、これって何のビデオなの？あ、終わった。変なの、なんか気持ち悪いね。なんだったんだろうな。あれ？テレビの電源か。わぁ、びっくりした。あ、俺のスマホだ、あっちに置いてたの忘れてたわ。もしかしたら昨夜お姉ちゃんたちかもよ。おお、確かに、急いで撮らないとな。もしもし、昨夜か。うお、なんだ、いたずらか。おい、いたずらならやめろ、ぶっ飛ばすぞ。お前の命、あとなのか。いやー。お兄ちゃん、わ、わかってる。明日相談してみるから。明日まで生きてるとは思えないん、だけど。お、収まったか。いやー。おい、待て。ちょっと待てって、耳。それでなんで私の家に来るのよ。今何時だと思ってるわけ。わ、悪い、マジでヤバいんだって、家具が飛んでったり揺れたり電話かかってきたり。その子が妹さん？ああ？あんたの子供じゃないでしょうね、年齢が離れすぎてる気がするけど。まあ、そこは親父たちに言ってくれ。そうよ、親はどうしたの？一緒に住んでなかったっけ？死んだよ、事故でな。そう、悪かったわ。そういうことなら、しばらくうちにいていいけど、朝になったら詳しく教えなさい。ああ、すまない。それじゃあ寝るから、ソファーで申し訳ないけど、そこで休んで。おやすみ。おやすみ。ごめんな、兄ちゃんが必ず何とかするからな。起きなさい。うん？おはよう。
そうか、泊まらせてもらってたな、おはよう。ぐっすり眠れた？いや、あんまりかな。それもそうか、それで、何があったの？詳しく教えなさい。実は、この前ビデオ拾ってよ、それを妹と見てたんだが、それから電話が鳴ったり変な出来事が増えてよ。ビデオ？ああ、変な映像でわけがわからなかったが。どんな映像だったのよ。口で説明するのは大変だな。なんか人がうごめいてたり、井戸が映ったり、文字が動いたり、そんな感じだよ。まさか、あんたあれを見たの？あれ、あれってなんだよ。あんたが見たのはね、呪いのビデオよ。はぁ、あ、嘘だろ。嘘じゃないわ、うちのオカルトサークルでは有名な話、何人も死人が出てるの。そのビデオを見た者は、一週間後に必ず死ぬと言われてるわ。あ、そうだ、電話で後なのかって、マジかよ。だけどなんで保育園に。何？あんた保育園で拾ったの？ああ、誰もいなかったが。住所は？確か。〇〇区の〇〇丁目だ。ここって、森の中じゃない？ああ、変だとは思ってたが。待って、本当に保育園なんてあったの？ああ、少し古かったが。だって、ここには、井戸しかないわよ。マジで保育園が消えて井戸になってやがる、どうなってんだ。しばらく誰も見てなかったから、適当に誘い込んだのかもね。とりあえずこれをダビングして誰かに見せるわよ。はぁ、ダビングして見せる、なんで？ダビングして他のものに見せれば、呪いは次のものに移り変わる。だけどそれが可能なのは、見たことがないものだけ、交互に見て呪いを避けることはできない、二度見たら必ず死ぬわ。なんでそんなこと知ってんだよ。オカルトチームを舐めるんじゃないよ、呪いの家から口裂け女とか、すべて把握済みよ。よくホラー映画とかあるけど、あれほとんど実話だからね。マジかよ。とりあえず早くダビングしてみせるわよ。今日で7日目なんでしょ？急がないと。見せないとって、一体誰に見せるんだよ。私よ。お、おい、ちょっと待てって。あれ、私どうしたんだっけ？なにこれ？わわ、びっくりした。お、起きたのか。おはよう、ミミちゃんね、名前は聞いてるわ。彼女さんですか？違うわ、ただの同級生よ。とりあえずあんたら帰っていいわよ、あとは私が何とかしてるから。マジで見るつもりかよ、大丈夫なのか？大丈夫じゃないけど、心配しないで、私だって死にたくないからね、適当に誰かに見せるわよ。わかった、ありがとう。すごい、本物を初めて見たわ。噂通りなら、ここで電話が。お前の命、あとなのか。え、それって大丈夫なの？ああ、すぐに見せるって言ってたから大丈夫だ。今度お礼しに行かないとな。それならいいけど。本当だったら、サナエとかに頼みたいところだが、あいつはもうここにはいない。情けない話だが、俺には何もできねえ。いっそのこと、幻想郷にでも行って呪いを防ぐとか、あっちの世界にまで呪いは影響するのだろうか。最悪の場合、あっちでサナエに助けてもらうか。だけどどうやって戻るんだ？あれ、ないぞ、幻想郷への行き方が書いてあるメモが。どうしたの？悪い、忘れ物しちゃったらしい。ちょっと取りに行ってくるわ。通り道を探したがないな、やっぱりあいつの家か。もう一度聞き直せばいい話だが、あいつが心配だ、会いに行こう。なんて書いてあるんだろ、幻。幻？あ、この文字は見たことがある、白霊神社だ。今度行ってみようかな。あれ、コピーした場合って、前のビデオはどうなるんだっけ？あれ、誰かしら？忘れ物？知らないわよ。そうか、どっかに落として飛んでったのかもな。悪いがまた教えてくれ。あんたそれだけのために来たわけ？いや、心配で来たんだよ、どうだったんだ。ちゃんとコピーしてみたわよ、間違いなく本物ね。本当に大丈夫なのか？しつこいわね、あんたの意思で渡して、私が受け取ったんだから大丈夫よ。意思で渡さないとダメなのか？確かそうだったわ。耳も大丈夫なのか？あ、やばい。あの子の呪いは、まだ解けていないわ。お兄ちゃん、まだ帰ってこないのかな？耳もスマホ欲しいな、こういう時必要だって言ってるのに。今だとどのくらいのスペックになってるのかな？待ってるのが退屈だよ。そうだ、迎えに行こう。そもそも子供一人に留守番させるクソ兄貴が悪い。私に怒る資格はないね。ついでにパフェ買ってもらおうっと。確かこっちだったっけ。先に白霊神社に行ってみようかな。おい、もっと早く走れないのか。うっさいわね、体力とは縁がないのよ。耳。2階の部屋かもしれねえ。
おい、耳、どこだ、返事しろ。おかしいわね、見たのは夜なはず、それに行方不明になる話は聞いたことがない。必ず変死体で見つかるのが。あら？これって。くそ、どの部屋にもいねえ、どこに行ったんだ。ねえ、ちょっと。なんだ？下に降りてきなさい。なんでお前がそれを持ってるんだよ。ソファーの上に置いてあったわよ。なんで、さっきは。妹さんが拾ってたみたいね。ねえ、呪いのビデオを見ても、消えることは絶対にないわ。必ず変死体で見つかるのよ。まだ呪いは続いてる。怖くなって逃げただけかも。さすがに幻想郷の存在は知らないでしょ。いや、知ってる。まさか、あいつ。俺のせいだ、あいつのそばにいるって言ったのに。これだけ探しても見つからねえのかよ。警察にも探してもらってるし、きっと大丈夫よ。あっちに行ってなくても、残り数時間で見つけなければ。もし、あっちで生きてたとしても、呪いはまだ続いてる。それに妖怪もたくさんいるんだろ。あいつ、きっと泣いてる。くそ、全部俺のせいだ。いつまでもメソメソしてんじゃねえ。いいかい、よく聞きな。運が良ければ、白霊の巫女と出会ってる。呪いも取り払ってくれてる可能性もあるんだ。時間はもう過ぎてる。もし行くなら明日しかない。もし行く気があるなら行きな。すでに死んでるか、あっちで運よく助かってるか、どっちかはわからない。どっちにしろ、今日中に見つからなければ行くしかないだろ。死体であれ、確認はするべきだ。こういう時こそ、お前がしっかりしなきゃダメだろ。そうだな、悪い。明日ここに集合だ、見送ってやる。後で妹の写真を送れ、オカルトメンバーで探してやる。万が一こっちで生きてたら、私が一緒に幻想郷へ向かう。だから安心しろ。それに白霊の巫女は優秀で寛大な人だ。きっとお前の力になる。なあ、なんでそんなに詳しいんだ。助かった人と直接話したわけじゃないだろ。知り合いから聞いただけよ。気にしないで。そうか、やっぱり見つからないか。俺もあれから探したが、全く手がかりがない。いや、いいんだ、ありがとう。仲間にもそう伝えてくれ。ああ、それじゃあ明日な。私、何の役にも立てないわね。あいつがあんなに落ち込むなんて、初めてだわ。私にできることは、もうないのかしら。せめて呪いのビデオだけは私が。あれ、前のビデオはどこに？私、ここに置いてたわよね。耳、本当にどこに行ったんだ。今の巫女は、白霊霊夢なはずだ。その人に助けてもらうしかない。レイヤさんの話をすれば、力になってくれるかも。耳、コア、昨夜、サナエ。もしかすると、これは運命なのか、お前たちと出会うために生き返って、神が第二の人生をくれたってことなのか。そうだとしたら、嬉しいけどさ。もし違ったらよ、また妹を失うことになったらよ。俺はもう、生きる希望がねえよ。お前たちに、会いてえよ。準備はいいね、入ったらすぐに巫女を探しな。もし妹さんを見つけたら、巫女に言えば戻してくれる。ああ。それで、ビデオはどうすんだ？オカルトメンバーに話したら、みんな見たいってさ、研究したりして、最終的にはどうにかするさ。そうか。さあ、鳥居の前に立ってな、一秒の狂いも許されない、あと2分だよ。おい、お前何やってんだ？ありがとう。お前に頼んでよかった、お前はいいやつだ。いいから離れてよ、恥ずかしいんだけど。ああ、ごめんな。よし、行くか。ねえ。無事に帰ってこれたら、パフェおごりなさいよ。ああ、とびっきりでかいやつおごってやるぜ。じゃあな。マジでこれたな。景色も全然違う。時系列が違う可能性があると言っていた。耳が来た時代と合ってるかどうかわからねえな。本当に妖怪なんかいるのか、全然そんな感じには見えないが。まずは巫女を探そう。探してもらった方が早い。すみません、白霊霊夢さんいますか？おや、あなたは？うお、なんだこのハレンチな女。いきなり失礼ですよあなた。何を騒いでるのよ。霊夢さん、私、ハレンチな女って言われました。あんた、少しは服装変えたら。あんたが白霊霊夢か。おや、知り合いですか？いや、初対面よ。頼む、助けてくれ。どうやら、訳ありのようですね。いいわ、話してみなさい。